ていただきます。杉玲サマーコレクションとうとう最後のアーティストになりました。最後の出演者はエンニーさんです。それではエンニーの紹介をしたいと思います。エンニー、金城綾子、金城三喜、金城ゆうき。エンニーのボーカルは金城綾子さん。自身をロッカーと称するギタリストが父の影響により、幼少期により何のためらいもなく音楽の道を志す。2006年金城綾子として福岡を拠点に活動。2013年高校時代の同級生とウクレレポップスユニットエンニーを結成。沖縄を拠点にキラキラ活動中。 CM ヘリオスシューズを泡盛り、とどろき、歌とナレーションを担当。宇宙人並みにかっこいいボーカリストさんです。エンニーのギターウクレレは新藤光明さん、三津先生ですね。福岡の福岡スクールオブミュージック専門学校に入学。沖縄でいろんな方のギターのサポートとして活動。またウクレレの奏者として活動も展開中。2015年からはバイオリン島袋かすみさんとオリジナルインストゥールメンタル演奏を中心としたユニットジュエを結成しています。エレクトリックギターとアコースティックギター、ウクレレのヤマハ認定ライセンスを持つギター、ウクレレ講師としてレッスンを行っています。意味のギターの先生、リーツ先生です。そして エンニーベーシスト、金城ゆうきさん。高校卒業後、福岡スクールオブミュージック専門学校に入学。2006年9月メジャーデビュー。2013年活動拠点を地元沖縄に移し、エンニーいろんな方のサポートベーシストとしても活動中です。2013年の夏に結成されたエンニーは沖縄を拠点に活動しているウクレレポップスユニット、オリジナル楽曲やカバー曲などを中心にゆったりしたサウンドを聴かせる。2014年にはミニアルバムをリリース。現在は各種イベントやレストランで演奏を中心に活動を展開しています。どうぞエンニーのステージを楽しんでくださいということなんですが、まだ準備ができないようなので少々お待ちください。本当にエンニーさんはいいアーティストさんたちですよ。お花も好きだし、お味噌汁も好きだし、あと納豆、納豆と梅干しと、あとですね、クレープが一つだけ違う。そうさ、ゆみちゃんが好きなのかな。リミが好きなのは片揚げ。片揚げっていうお菓子。固く揚げられたポテチがあるんですよ。あ、クルミクでしょ。クルミクで働いてたわけ。あ、そういえば。そう。あ、そっか。固く揚げてございます。なんか卒業したんですけど、なんか嬉しいです。ありがとうございます。うん。なんかお菓子だ。固く揚げでもいろんな味あるさ。何味が好きとかある？醤油味。あ、醤油味が一番好きなのね。醤油からずっと醤油食べたい。なんかちょっとギャグ的なやつだった。気づいてなかった。ああ大丈夫、ギャグだった。そう、負けてたでしょ。ギャグだったね。はいはいはい、そうね。
ですね、はい、準備できましたかね。ゆきさんはね、そろそろ準備ができましたかね。はい、それでは、はい、本日最後のアーティストとなりますエミさんです。どうぞ楽しんでください。エミの金ちゃんです。今日は今からエミのオリジナルソングどんどんお送りしていきたいと思います。
ありがとうございます。今回はですね、皆さん、なんかとして音楽をお送りしました。今日もお集めまして、皆さん、こんばんは。私たちは出演者としては最後なんですけれども、最後まで残っていただきましてありがとうございます。私たちは ALY と書いてエイミーと申しますよろしくお願いします。あれやる、これの初めての方もいらっしゃると思いますのでね、エイミーの紹介をさせていただきたいと思います。さっきエミちゃんが紹介してくれましたが、私たち最初、今4名ですけど、3名で始めまして、 ALY というのはそれぞれの 頭文字から名前を取っております。私がボーカルの、あ、すごいね、なんか上手だね。<笑>私がボーカルの A担当、あやです。よろしくお願いします。はい、ずっと出てます。Mの担当のウクレレギター、ミズです。よろしくお願いします。はい、入ってますかね。はい、ベース担当の Y のゆきです。よろしくお願いします。じゃあ、エミの2あたりの担当のかすみです。よろしくお願いします。すごく暑いね。私、先ほどまで司会をちょっとやってたんですけど、超喋るの苦手で。もう負けるだったんだ。いや、もう何もかもが。何もかもが。真っ白でしたよ。あ、そうですか。もう司会は、苦手です。なんもないですよね。そんなことあるんですよ。ありがとうございます。優しいですね。ありがとうございます。こんな感じですよ。ありがとう。いつもミス優しいんですよ。何でも、ちょっとだって。Mだけどなんか S っていう噂が。そうだね。でもね、S もね、サービスの S って捉えておけ。 いいことを言うでしょ。この前会った人、10年ぐらい前に会った人が言ってた。言ってた。大学で研究してるんです。 S と M のって言ってて、その M が満足の M で S はサービスの S だと。あ、なるほどと思ったんですけど、なんかね、本当かどうかは分からないですよね。そもそも S と M とか、そんな2つで区切れないですもんね。 はい、そんなもんですよ。私、今日ゆうきにマイクがない。嬉しそう。いや、本当は寂しいでしょ。本当は寂しい。ゆうきはね、いつもね、いろんなお話をしてくれるんですよ。はい、あれ、マイクも大丈夫なんじゃないですか、もしかして。大丈夫なんですかね。あ、入ってますね。 さっきね、私好きな食べ物聞かれたんでね、一応せっかくなので皆さんの好きな食べ物をね、ちょっと変わってると思うので聞こうと思います。水さんは何が好きですか？僕は皆さん、ご存知だと思うんですが、梅干しです。でもですね、最近梅干しを食べてる姿を見なくなったんです。最近もう安いの食べてます。安いのですね。ファミマック買っています。あ、とりあえずみたいな。本当はね、お取り寄せしてたんだよ。 最近ちょっと梅干しのことは忘れていた。コンビニでいいや。意外と美味しいんですよ。美味しいよね。初めてでね。初めての時にいいしね。梅干しです。梅干しです。梅干しおじです。よろしくお願いします。僕はですね、エイミーのライブに来てくださる方にももうご存知かと思うんですが、白いご飯。あれ、失笑ですか、これ。大丈夫ですよ、皆さん。 あまり味がないと思われる方が結構多いと思うんですけど、あんまりご飯だけで食べて美味しくないよって聞くんですよ。だがね、ちょっとここはちょっと強く言いたいんです。噛めば噛むほど甘みが出てくるんですよ。だからね、そう、なかなか白米が好きなんです。全てのものはお菓子と思うんです。メインディッシュは白米なんです。あ、メインだからね。だからそのよくね、 終わった日に行ったら、はい、あなた食べるバランスが悪いと言われてました。ご飯だけが山盛りに残る。でもその後ご飯だけを食べるって。そう、残してるのね。そうです、お口直し的な。
メイン、うん、もうすべてなのね。あなたのすべてなの。ご飯で終わらせるっていう。なるほどね。ご飯で始まりご飯で終わるみたいな。そうそう。それぐらい白米の魅力に取りつかれている。赤飯は食べます。赤飯は。よりは白米の方が。選択できるなら全部白米を。玄米とかは。白米王子ゆきです。よろしくお願いします。すぐの食べ物聞いて。いや、なんか、うん、聞いたことない方もいらっしゃるよね。よかった。あ、大丈夫よ、ちゃんと、うん、大丈夫するよ。生魚です。刺身。説明を。あ、そう、すいませんね。こう、お店で、スーパーとかで、パックされてる、ただの青いさ、光物のそういう魚とかではなくて、お刺身とかね、そっちよりもね。そう、生魚絶版。刺身って言った方が良かったと思うんですけど、私刺身以外の生魚絶版が好きで。難しいな。刺身以外の生魚っていうのがすごい。刺身も好きなんですけど、とりあえず生で調理されて、生っていうかそのまんま、こう新鮮な感じで、とりあえず焼いてないやつですね。誰が助けるんですか。どんなやつかな。最初はね、みんな突っ込まなかったんだけど、後からね、仲良くなって、だんだん言い始めて。最初は、なんかね、最初はなんか突っ込みづらいって、あ、そうなのみたいな。だんだん仲良くなった。生魚っていうのがちょっと、初対面の方がびっくりするんじゃないかなっていう感じだったんですけど、ちょっとまだ今、いまいち掴めてない、私たち。ね。多分想像でなんか、ご飯に合うんだろうなっていう。ご飯です。生魚ですか。生魚。いけるんじゃないかなと思う。梅干しも全てね。そうですね。めっちゃ菌作用もあるしね。そういうあなたは何ですか。私さっき一応言ったんですけど、ご飯もね、あれさ、納豆も好きだし、梅干しも好きだし、味噌汁も好きだし、ずっくりだっけど、でも和食。でも今日朝食べてきたんですけど、みんな朝食べるよね。食べる時に作ったんですけど、私の好きなものを混ぜてよく作るんですよ。自分の好みの、自分しか食べないからいいやみたいな、たまに料理があるじゃないですか。私は今日は、納豆と、梅干しとしそ、大葉刻んで、あれ全部刻んで混ぜて、パスタでポン酢も混ぜて食べました。あれ何、梅納豆しそパスタ。味の想像が全然つかない。美味しいよ。そうだ、本当に美味しいよ。わかる人がいた。納豆好きよね。そうそう、それ混ぜて。そう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 、早く出よ。本当だよ。エミです、よろしくお願いします。
そして今も明るい夏なので赤い空でした。なんかね、水が作ったんですけど、大地の叫びっていうか、なんだ、北斗の拳みたいな感じです。はい、何の話か。それでは、エニーラストは2曲お送りしたいと思います。まずはこの曲からお送りします。魔法の
なんですけれども、エイミーでお送りするよりかはみんなで行った方がいいですよね。ということで、皆さん、先ほどのね、出演者の皆さん、どうぞステージへお越しください。今日は皆様、サマーコレクションにお越しいただきまして本当にありがとうございます。最後にね、あの用意してたんですよそして自分たちでね、なんかやっちゃう感じですが、大丈夫ですよ。はい、すいませんね、ちょっとセッティングをしながらお届けしていきたいと思いますが、なんか弾いてていいよ。